コンビニエンスストア営業時の駅舎上りホームの入口と券売機庫や塩崎駅は山梨県開志下祝いにある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO45 昭和初期からの駅設置運動が戦後に具体化し建設費を地元負担の西岸駅として建設された。駅名は開業当時の村名である山梨県北駒郡塩崎村に由来する。 竜王駅管理の業務委託駅、相対式ホーム2面2線を有する地上駅、ホームはかさ上げされていない、ホームは築堤の上に置かれ、駅舎などから見ると高い位置にある。二つのホームは、古戦橋や、構内踏切ではつながっておらず、連絡は一旦駅を出てから線路をくぐる行動による。上りホームには、駅舎は設けられておらず、行動から階段を上ったところに券売機が一台、 設置された、券売機小屋がある。一時期ぼりの券売機が2台設置されていたことがあった。下りホームはかつて駅舎は置かれず、ホームのみの駅であったが、コンビニエンスストア、J ショップ塩崎と同居した駅舎が、ホームから階段を数段下ったところに設けられた。コンビニの店員が、出殺業務をする、業務委託駅となっていたが、店員は、出札業務はせず、 切符はすべて自動券売機で買うこととなっており、ポス端末やマルスの設置もない。駅舎内部にはコンビニと自動券売機1台の他に生産窓口が設けられていた。現在は J ショップ塩崎は閉鎖され、自動券売機があるのみである。山梨県海市と JR 東日本は共同で新駅舎を建設し、2014年10月8日に使用を開始したホームと 駅前広場の高低差を解消すべくスロープを新設したほか、ホーム傘上げにより、車両とホームの段差を解消するなど、バリアフリーに配慮した駅舎となっている。駅舎外観は、南北それぞれの周辺環境に配慮し、南口駅舎は、局面の壁と塔を強調した西洋的なイメージ、北口駅舎は、柱と日差しを強調した日本的なイメージと、 それぞれ異なる雰囲気に仕上げている。発車メロディは五感工房制の曲を使用している。現地の案内表では、中央本線ではなく、中央線と表記されているが、あくまで略称としての意味である。JR 東日本によると、2018年度の1日平均乗車人員は1056人で、ある利用客数1、近年の推移は以下の通りである。 住宅地の中にある駅である、山梨県唯一の滑走路のある、日本航空高等学校の最寄り駅となる、東日本旅客鉄道中央本線流央駅、塩崎駅、稲崎駅、ありがとうございます。